11月20日23時45分になりました。今週も真夜中は雨のお時間です。今週も1週間お疲れ様でした。さて、今日のラジオは辛い人生が良くなった方法、お酒が弱すぎる、帰省した時の楽しみについて、以上の3本でお送りします。眠くなった人はゆっくり寝てください。では早速、今日は何の日のコーナーからいこうと思います。11月20日はピザの日。ピッツァマルゲリータの名前の由来となったイタリア王妃マルゲリータ氏の誕生日にちなんで制定された日だそうです。最近ピザ食べてないけど、だいたいピザ頼むときっていろんな目移りするような魅力的なピザメニューに載ってるんですけど、結局照り焼きにしちゃうんですよ。お子様に大人気みたいに書いてあるんですけど、私にも大人気です。で、だいたいね、4分割されたやつか半々で2種類食べれるやつをよく自分は選んでいます。あと、耳がチーズとかウインナーにできるのってどこだったっけ、ピザーラかな。ずっと耳もチーズが入ってるのに憧れてて、一回頼んでみたら結構くどくてあんまり食べれなかったんで、一回で満足しました。次頼むときは側がウインナー入ってるやつにしたいなと思ったりしてます。と、ピザの話はこのあたりにして、早速一つ目のお題に行きましょう。ヤフー知恵袋より、辛かった人生で今は良くなった方、それは自然に時が解決しましたか、それとも何か自分でやったことがありますか。具体的にこんなことをやった、こういう考え方に変わったとか教えていただけたらありがたいです。辛いこと、何に関して辛いことなのかがちょっと書かれてないので、辛いことってジャンルいろいろあると思うので、何に関してのことにしようかなと考えたんですけど、今日はとりあえず人間関係で、友達とかね。自分はね、よく言えば純粋で、的確に言うならなんかアホなんですよ。すぐ人を信用しちゃうところがあるというか、というのもみんなどういうところで、あ、この人は信用して大丈夫だなとか、この人は知り合いじゃなくて友達だなとか思ってるんですかね。私は自分だったらこういうことは誰にでも話さないなってことを喋ってくれると心を開いてくれるとか、距離を近く今まで感じてきたんですよ。今までって言っても何年も昔の話か、10代とかからそのぐらいまではずっとそういう風に人を測ってるっていうか、そういうところで人との距離感を確認してるところがあったんですけど、結構おしゃべりの人とかだったり、そういうデリケートな話題を人に話すことに抵抗がない人もいるんで、聞いてもらうのが好きな人とかもいるから、別に心開いてるから喋るわけじゃなくて、こんぐらい誰にでも喋っちゃうよみたいな、人によってね、そういうのバラバラなんだなってだいぶ気づいたし、自分がめっちゃ仲いいって思ってる人に裏切られたり嘘をつかれたり、気づいたら疎遠になってたり避けられたりとか、もう怒るたびに毎回なんか私の何が悪かったんだろうとか、なんか悪いことしたのかなとか、仲いいと思った私は何だったんだ一体みたいな、そういうので傷ついたり打ちひしがれることも多くて、どういう人なら信用していいのか、そういうのに思い悩んだ時期っていうのが長かったんですけど、ちゃんと人をね、見極められる人はいいと思うんですけど、そこで私がやった打開策っていうのが後出し戦法、こういうことも喋ってくれるんだったら、じゃあ私もこういうことは喋ろうとか、思い切った本気の悩みを話してくれたら私もそういう話を喋っていいとか、徐々に向こうに合わせて段階を解除する。そうすれば裏切られたりとかした時にも、別にこっちだけが信用したり心を開いてたわけじゃないんだって思えるので、多少気が楽になるのと、あとそういうこと関係なく無条件に信用する人っていうのは、最悪裏切られても後悔がないなって自分で思えるほど好きな人、異性っていう意味じゃないよ、同性でも性別関係なく、人としてこの人が好きだなと思ったら、向こうは私のことをどういう風に思ってるか分かんないけど、私はこの人のことが好きだから最悪裏切られてもいいやっていう人が現れた時には、それはもう無条件に信用したり心を開いたりしてます。やっぱ一番きついのがね、自分はめっちゃ仲いいって思ってたのに相手はそうでもないんだなって思う時が一番きつくて、
そういうのにね、一喜一憂してるとね、ほんと疲れる。あとどんなに直前まで親友だったり、すごい仲が良くても、みんな心の中にさ、正義みたいなのを持ってんのよね。これだけは絶対嫌いとか。私は悪口を言う人だけは許せないとか、浮気する人だけは軽蔑してるとか、みんな心の中にこれだけは絶対大親友だろうと譲れないっていうものを持ってたりするんで、そこを踏んじゃうともういきなり裏切られるっていうことは知ってた方がいいと思う。もうそれは仕方がなくって、今まで嘘つかれてたとかじゃないと思う。単純にその時もう嫌われたんだなって。そういうふうに意識的に人との距離感を測ることだったり調節することで、人間関係が辛いのはだいぶ緩和されたかな。あんまり人に深入りしないようにする。じゃないと何かあった時の戻ってくる手段がない。死んじゃいそう。次もヤフー知恵袋より、お酒がかなり弱いことで悩んでいます。とても辛いです。お酒が弱いことがコンプレックスで自分に自信が持てないのですが、この考えっておかしいでしょうか。最初はお酒に弱くても年を重ねれば強くなることはできますか。今27歳の社会人の男ですが、 3% のほろ酔い一缶を飲んだだけで顔や体が真っ赤になって、その後に頭痛や吐き気の症状が出るので、今はほとんど酒が飲めないです。もう医学的なデータはどうなってるか分かりませんが、私の体験談でいくと一応強くは なると思います。私は親が厳しかったので、初めてお酒を飲んだのって高校卒業して専門学校1年生の初めてのなんだお疲れ会みたいな時に飲んだんですよ。1学期の終わりに1学期お疲れみたいなやつで、クラス全員でどんちに集まって飲むっていう。でなんかね、私はお酒飲むのって思ったの。でもみんなはそこに何も言ってなかったから、きっと普段から飲んでたんだろうね。私の方が少数派だったんだと思うから言えなくて、私お酒飲んだことないんだけどってなんか身を任せてその会に参加したんですよ。まあそんぐらい大丈夫だろうみたいな、みんなが飲んでるなら。でその日ってね、次の日帰省する日だったんですよ。高速バスに乗って実家に帰る予定になってて、それでチューハイを最初一缶飲みました。でももう半分ぐらいになったらなんかね、顔が真っ赤っかになっちゃって、まあ、酔ってるって言うんでしょうけど、ボワーってしてこう熱っぽいというか、体がふわーってなったの。だし味もあんまりうまくないなって思って、その時はアルコールというか理科の実験みたいな味がすると思ったけど、みんな楽しそうに飲んでたからあんまうまくないねって言えませんでした。でみんなも無理やり飲ませてくるってことはなかったんですけど、結局終電もなくなってしまい、まあ直接ね、早朝のそのバスの出発の時間に向かえばいいやって思って過ごしてました。したら結局もう寝落ちしちゃって、目が覚めたらバスの発車時刻は過ぎてるし、もう頭が割れるほどに痛くて、チューハイ一缶で二日酔いですね。恐ろしいなと思いました。予定通りに起きることもできず、頭は割れるように痛くて気持ち悪いし、でうまいとも思わなかったんだけど、結局ね飲む機会があるんですよ。職場の送別会だったりとか、その後もねお疲れ会みたいのでもやっぱりお酒が出てきたりとかして、でその時にまあ無理のない範囲に飲んで飲んで飲んでってはしてたんですよ。一缶ぐらいでやめとくとか。そしたらね、一缶くらいじゃまず最初は次の日頭が痛いまでにはならなくなっていき、で徐々に徐々に良くはなってきて、まあ、それでも今でもね、一缶で顔真っ赤になっちゃうんですけど、最初からちょっとも飲めない人が大酒飲みになるとかは多分無理だと思うんですけど、人とのお付き合いで差し障りなく飲めるくらいにはなるのかなと思います。体勢がついてくるのかな。でもやっぱり男性って書いてあるから、そこにコンプレックスを感じるのかな。自分はやっぱり女なので、たまに冷やかされることはあったんですよ。でそんなお酒の弱いふりしちゃって、もう酔ったなんて嘘でしょとか、飲んでないじゃんどうしたのとか言われたりとかしたんですけど、もう気にしないっていうか、なんなら酔うと眠くなってすぐ家帰りたいんですよ、布団で寝たいから。なのでその域に行かないように今でも止めてるので、意図的にあんまり酔わないようにしてるっていうところがあります。
この方も27歳って書いてあるんだけど、そんな学生でもないのに飲めないことを煽られたりとかするようなことがあるんですかね。もう大人になったら苦手な人もいるんだしってならないですか。そこにちょっと疑問感じちゃうんですけど、でも本当に急性アル中とかでね、年末年始運ばれて亡くなる方もやっぱり出るので、そこに変に頑張るべきではないかなと自分は思いました。あと、もしコンプレックスなんだったらノンアル頼んじゃうっていうのはどう？あのお店の人にバレないように。私は昔そういうことしてた時もありましたよ。あのシャンディガフだっけ、ジンジャーエールとビール混ぜたやつ頼んで、店員さんにすいません、あの中身ビール入れないでもらっていいですかとか、少しにしてもらっていいですかとか。今もやるのは、あのあんまりお酒いっぱい入れないでくださいとか、薄めに作ってくださいって言ったりしてます。それであの場の雰囲気は別に壊さないし、飲んでないなっていう印象も誰も思わないと思うので、そこら辺上手に調節して変に頑張ろうってしなくていいのかなと思います。これから年末にかけてね、あの送別会じゃないや、忘年会とかでお酒を飲む場も多くなると思うんですけど、あの皆さん無理のないようにお酒と付き合ってください。はい、では最後に行きたいと思います。ラジオネームクリンさん、年末が近づいてきましたが、皆さん今年は帰省するのでしょうか。私は仕事柄年末年始に実家に帰ったことがない。帰省した時の楽しみにしていることがあるなら教えてください。私は実家が島根県で、まあ他にも一応手段はあるんですが、基本的には飛行機なんですよ。飛行機ってお盆とか年末年始激高いの、料金が。だから私も仕事柄でもないけど年末年始に帰ったことないですね。チケットがね、いつもの倍ぐらいするんじゃないかな。今だんだん格安航空券とか出てきてるんですけど、過疎な地域というか需要がないのか、私の地元の方には来ておりませんので、未だに JAL で帰ってます。あと年末年始帰ってもすっごい寒いしね、実家。かといって春先だと花粉すごいんですよ。で、私花粉症持ってるからその時期もダメなので、お盆も飛行機高いから無理でしょ。なんかね、変な時に帰ってる。ゴールデンウィークも高いから無理で、2月とか3月に帰ったりとか、あと秋ぐらいに帰ったりとか、結構ね、そういうみんなが帰省したりするような時期と全然違う時期に帰ってます。で、実家帰った時に楽しみにしていることといえば、あんまりね、地元の友達って仲良くしてないんですけど、一人だけ未だに仲良くしてる高校からの友達がいて、その子の家族に会ったりすることかな。一番の楽しみは子供たちが大きくなってたりとか、あとお母さんに会うのが楽しみかな。お父さんね、全然仲良くなくて会うの憂鬱なんですけど、そういう中でもお母さんは極力ずっと味方でいてくれた人なので、お母さんに会うのが楽しみかもしれません。皆さんは実家どこなのか分かりませんが、離れてる人とかは帰ったりするんでしょうか、帰省で。近所だったらね、気軽に帰れるからいいんですけど、もう11月も末に入って今年も終わりかって感じですね。今年やり残したこととか皆さんあるでしょうか。私は地味にあるので、今頑張って達成に向かって頑張ってるところです。良い気持ちでね、今年を締めくくりたいですね。でも12月みたいな言い方してますけど、まだ11月末ですね。でも本当12月あっという間やから、そろそろ日付が変わる頃ですかね。お休みの時間が近づいてきました。私の1週間はコロナになってた人が職場に復帰してきて、いつも通りの雰囲気になってきたんですけど、代わりに違う方がかかとを骨折したかなんかで長期にわたって休むそうなので、あんまり仕事は代わり映えがしなかったですね。配信の方は夢中でやってたデトロイトがついに終わってしまいました。複雑な気持ちになる場面も多くて、この楽しい部分もあり、考えさせられる部分もあり、楽しかったです。あとね、ちっちゃい尺で上げてるルートレターっていうゲームを始めたんですけど、ゲームの中では私男みたいで、で自分のぼやきもあるじゃないですか。あ、そうなんだとか、差がなさすぎて誰が喋ってんのか分かんないなと思い、最近ね、もうちょっと話し分けっていうんですか、声を分けられるように男性っぽい声を夜な夜な
動画とか見ながら練習しています。まあうまくできるようになるかわかんないけど、もともとあんまり声低くならないからな、できても少年っぽい声が限界なのかなと思いますが、練習中です。そのうち発揮できるようになればいいですが、皆さんはどんな1週間だったでしょうか。コメント欄にどんな1週間だったか、よければ書き込みしていってください。すべて読ませてもらってます。あと質問もらいました。今週の分はすでにラジオ録音済みみたいですね。お便りを送るのは何曜日までに送ればよろしいでしょうか。決まってない、全然。でも水曜日ぐらいに録音してることが多いのかな。で木金で編集して土曜日見返して日曜日配信とかしてる時が多いですかね。でも全然気にせず送ってください。その送った週すぐに読まなくても次の週とかに読んだりすることも全然ありますので、もしお便りを送ろうかなって思う方がいたら、もうどんなタイミングでも大歓迎ですのでお待ちしております。こちらのラジオでは概要欄の URL よりお便りを大募集しております。相談、質問、ご意見、ご要望などなど気軽にお寄せください。また水曜日、土曜日は雑談しつつゲームもしております。遊びに来てね。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。よろしければいいねボタン押してってください。おやすみなさい。